はい、マイケルだよ。マイケル、今日はね、おやつ、今日のマイケルのやつはハッピーターンとわさび。みんな知ってた？わさびね、わさび、ハッピーターンに塗るととっても何もないよ。本当かな、本当かな。マイケル、前も一回この動画撮ったよね。ちょっと説明が足りなかったね。これハッピーターン、ハッピーターン 250% パウダー。ヘイ、これをあげちゃいます。ハッピーターンね、マイケルね、とても大好きよ、ハッピーターンね。で、わさび、みんなわさび OK？ わさび OK？ ジャパニーズフード、寿司ね、寿司、わさび、トゥートゥー、オーノー、オーマイガーってなるよね。ね、塗りすぎるとね、ちょこっとぐらいは全然平気なんだけど、このオーマイガーのね、オーマイガーのわさびね、これハッピーターンに塗っても大丈夫って聞いたよ。ね、これ塗っても大丈夫なんだって。こうやって、あ、やりすぎた、どれぐらいがやりすぎ、どれぐらいいいのこれ、え、ちょっとわかんない。ちょっとこれハッピーターンにわさび塗ったね、いっちゃうよ、大丈夫かな、これいいんだって。何もね、お寿司ツーみたいにならないってマイケル教えてもらったのよ。ねえ、これ。平気よ。マイケル、もしものためにね、こんなにね、スペシャルウォーター用意したのにね、すごいっしょ、マイケルのスペシャルウォーター。これ何ってね、これね、水に、生姜と、ブルーベリーのお酢、ね、お酢、お知ってるわけじゃないよ。お酢、お酢ってわかる？あ、みんな僕を押して、んじゃなくてね、酢ね、酢、ブルーベリーのお酢を入れたやつね。あ、冷たくて美味しい。こういうのね、用意してね、挑戦してたのよ。ね。もし、わさびが大変なことになっても全然平気。だってこれさ、そのままさ、この量さ、食べて、お寿司にこんなんついといて、絶対トゥーンってなるよね。トゥーンって、オーマイガー！ウォーター、ウォーター！だけど、ハッピーターンならめっちゃ平気よ！なんでハッピーターンは平気なの？なんでハッピーターンはわさび塗っても平気なの？ハッピーだから？ハッピーがターンしてくるから大丈夫ってこと？それともこのパウダーに秘密があるの？だってそのまま食べるのとそんなに変わらないよ。みんなもチャレンジしてみて。ほんと平気だから。じゃあねー。